も勝手に電力 2.0 始めたいと思います。今日106回目ということで、容量拠出金の低減ということについてお話しさせていただきたいと思います。まあ、容量拠出金というのはですね、実際に2024年に容量市場ができると思うんですけれども、まあ、その分ですね、発電事業者が容量価値として入札をして、それに対して対価が支払われるんですけれども、まあ、それに対してですね、実際誰が負担するかというと、小売電気事業者が容量拠出金ということで、ある程度その金銭的負担をしていくんですけれども、まあ、その拠出金がどうやって決まるかというところなんですけれども、これはですね、結構重要なのが、まあ、エリアごとの最大需要の発生時間に、まあ、その小売電気事業者のキロワット比率のシェアで算定するという形になってるんですね。しかもそのエリア需要の最大発生時というのは、まあ、主に夏季と冬季で、それをあと半年ごとに生かしていくという形ですね。しかもその夏季であれば、例えば7月、8月、9月の各月における、まあ、最大発生時の1時間というところ、かなり短い時間の本当のピークのところですね、を合計した比率になってくるので、いかにそのピークの時間帯、本当に1時間というところを予測してやっていくかというのが少し重要なのかなと思ってます。まあ、それで実際に小売電気事業者の動きとしては、まあ、夏季冬季ピークの1時間をいかに最小化するかというような課題に出てくると思うんですけども、まあ、これに対してはまず2つの対応が必要かなと思っています。まず1つ目は、そのピークっていうのがいつ頃発生するのか、何日何時ぐらいに発生する、その1時間というのはいつなのかという予測の精度を上げていくことと、2つ目はですね、そのピークの時間を実際に需要を減らすような作用をしていくこと、例えばデマンドレスポンスと言われるような、まあ、消費の自体を減らすような作用をするか、それか実際に消費はそのままでも、例えば蓄電池だとか EV とかを放電させることで、もうそもそものその見た目の買う電力量を減らしていくということですね。この2つの作用が必要になるので、まずは1つ目のところのピークを予測というところで、少し参考になる仕様が、まあ、今までの需給実績というところを見ていただくと、これ右側にあるんですけれども、例えば2019年の夏であれば、まあ、北海道が11時から12時、東北が13時から14時、東京あるいはその中部、北陸、関西、中国、四国というところは14時から15時、九州が15時から16時、沖縄が16時、17時となっているんですけれども、これですね、実はまだ全量の太陽光があるので、実際に全てそれも加味されていくような形になるんですけれども、まあ、実際にこのフィットがですね、全量太陽光から主に自家消費を促進するような形に変わっていったので、これに対しては実際にこの14時から15時のピークっていうのが減っていくことが予測されるので、ここがどのように動いていくかっていうのを予測していくのが今後鍵になってくるのかなと思っています。で、実際にあとは冬ですね。冬もですね、少し気になるのがですね、実際に9時10時っていうところと、まあ17時18時18時19時みたいな夕方、朝と夕方っていうところが、まあ一つピークが立つっていうところになるんですけれども、まあ実際にこの9時10時っていうところが今はメインなんですけれども、実際にこの時がですね、まあ雪などで例えば日射が全くないのか、まあ少しでも日射があって少ないだけなのかっていうところで変わってくるんですけれども、この9時10時がいかに太陽光の自家消費っていうところの影響をどう受けるのか、今後ですね、過積載というのが増えてくるので、実は朝の立ち方もかなり急激に立ってくるっていうことがあるので、まあ、ここがどのような自家消費の影響を受けるかというのによって、実は個人的にはまあ9時10時というよりは徐々にですね、夕方の方に需要のピークがシフトしてくるんじゃないかなと個人的には予測をしています。まあ、ただですね、実際にどうなるか、2023年何年のピークで24年の容量拠出金が決まってくるので、まあ、2023年段目はどうなっていくかっていうところが一つありますし、ただ実際2030年だとかさらに後のタイミングを考えていくと、どうしてもですね、やはり PV 自家消費の影響というのはものすごく大きくなってくるので、要するにおそらく個人的にはもう夏冬ともにですね、昼よりも夕方っていうところにピークが立つんじゃないかなと思っています。ぜひ皆さんも考えてみてはいかがでしょうか。以上です。